四天王寺、四天王寺は、大阪市天王寺、区四天王寺にある寺院。聖徳太子根竜七大寺の一つとされている。三号は、荒れ両山、荒は加山、本尊は、旧正観音、愚瀬観音である。日本書紀によれば、水古天皇元年、593年に増流が、開始されたという。当時周辺の区名、駅名などに使われている。 天皇寺は四天王寺の略称である。また、荒領寺、荒墓、寺、何和大寺、水戸寺、堀江寺などの別称が伝えられている。宗派は天台宗に属していた時期もあったが、元来は特定宗派に変しない八宗見学の寺であった。日本仏教の祖とされる、聖徳太子建立の寺であり、既存の仏教の諸宗派にはこだわらない、全仏教な立場から、 1946年に和州の総本山として独立している。四天王寺は、蘇我馬子の方向寺、アスカデラと並び、日本における本格的な仏教寺院としては、最古のものである。四天王寺の曹操については、日本書紀に次のように記されている。以上が初期の記載のあらましである。聖徳太子の早々を伝える寺は、近畿地方一円に多数あるが、 実際に大使が創建に関わったと考えられるのは、四天王寺と法隆寺のみで、その他は大使ゆかりの寺とするのが妥当である。初期の水戸元年是祭上には、是ド氏、初めて四天王寺を南波の荒見笹ささに,に作るとあって、是祭が造営の開始を意味するものか完成を意味するものか定かでなく、めでたい元年を造営の年にしたものとも考えられている。ただし、 四天王寺が水古城には既に存在したことは考古学的にも確認されている。前期南波宮、南波長江豊岬崎宮、大阪市中央区方園坂の仮想以降から瓦が出土するが、この時代の日本において瓦葺武器の建物は仏教寺院のみであり、これらの瓦は四天王寺の創建瓦とみなされている。したがって、 高徳天皇が前期南馬宮に、千打7世紀半ば以前の水庫町にすでに4天皇寺がこの地に存在したことがわかる。4天皇寺の創建瓦の中には、イカルガデラ、法隆寺の、いわゆる、若草伽藍、現存する法隆寺祭院伽藍の混流以前に存在した創建法隆寺の伽藍の出蔵瓦と同伴の軒丸瓦がある。 若草ガランと四天王寺の銅半瓦を比較すると、前者の文様がシャープであるのに対し、後者はガトウに傷が見られる。このことから若草ガランの造影が先行し、銅ガランの造影が落ち着いたところで、ガトウが四天王寺造影の工房へ移動したことがわかる。四天王寺のガラン配置は、中門、塔、近道、坑道を南から北へ一直線に配置する。 四天王寺式伽藍配置であり、法隆寺祭院伽藍、七世紀の消失後、八世紀、初め頃の再建とするのが定説の前身である、若草伽藍の伽藍配置もまた四天王寺式であった、ことはよく知られる。当初の四天王寺は、現在地ではなく、上町大地の北部に位置する、玉造り、JR 森の宮駅付近の岸上にあり、593年から現在地で、 本格的なガラン造流が始まったという解釈もある。笠サ森宮の社殿では、隣接する森宮公園の位置に、元四天王寺があったとしている。また、混流の同期も、日野と羊の乱で廃止した、物のノ森屋とその一族の霊を鎮めるため、とりあえず森屋の最後の拠点の玉作りの、南馬邸宅跡、元大阪商陰女子大教授、今井圭一は笠サ森宮が、 南波の森屋の宅跡と推測するに味同営んだ6年後、荒見捧ぎの地に本格的なガラン建築が造営されたのだされる。元四天皇寺には、森屋祠、聖徳大子の月命日22日に公開。物の部森屋、湯気少連中富の勝る海を祭るがあり、寺の伝説には森屋が四天皇寺を喫つきになって、荒島し回り、 それを、聖徳太子が白鷹となって退治したとの縁起が、残っており森屋らの社を見下ろすが乱の乱感に、太子の鷹の泊まり木が設置されているなどから、ご両者の意味合いを推察する向きもある。三号の荒良山から、かつてこの近くに大規模な古墳があり、四天王寺を造営する際それを壊したのでは、ないかという説もある。四天王寺の庭園の石橋には、 古墳の石棺が利用されていることは、その傍傷とされている。例えば、大阪市住吉区にある、手塚山古墳は、大手塚山、小手塚山地元で称されているものがあり、現在一般的に、手塚山古墳と呼ばれているのは、大手塚山である。その大手塚山は、別名荒寮とも呼ばれていた。なお、小手塚山は、住吉中学の敷地内にあったと言われている。また、 東、高津宮は、仁徳天皇の皇居であるとする明治31年、1898年の大阪府の調査報告などがあることから、歴代天皇のいずれかの皇居であったのではないかという説もある。現在の大阪市東淀川区と与さの東部は、元は、西成郡天皇寺正村といった、四天皇寺の建立予定地であったという伝承による。なお、 八世紀の西成郡と隣接する、登る群の軍領は、騎士系で占められていたとする推察がある。二十世紀末から、日本仏教交流の祖としての、聖徳太子は虚構であったとする言説が、んになり、初期の記述に疑問を呈する向きもある。また、上記の初期批判の記述とは別に、高徳町総建設、安倍氏総建設、南馬喫修寺で羅説があり、 加藤健吉は、皇徳朝以降の造営事業は、少なくとも四天王寺を豪族の支持的なものと見ることできない。とする。四天王寺七宮、四天王寺七宮は、聖徳大子が四天王寺を創建した際に、その外護として近辺に造営された神社群である。大江神社、上宮神社、将棋神社、久保神社、土頭神社、川堀稲尾神社、 堀越神社の七つで、これらの神社をうぶす長みとする七つの集落が、東成郡天皇寺村となった。伝承によれば、聖徳太子は四天皇寺に、歯科院、歯科院を設置したという。歯科院とは、教伝院、製薬院、療病院、秘伝院の四つである。教伝院は寺院そのものであり、製薬院と療病院は、現代の薬草園及び、薬局、 病院に近く、秘伝院は、病者や身寄りのない老人などのための教でいう、社会福祉施設である。施薬院、両病院、秘伝院は少なくとも、鎌倉時代には、実際に寺内に存在していたことが知られる。施薬院は、後に、聖徳大子が、聖万業を講じたちだとする伝承があり、聖万院、愛禅堂が、ごちと伝えられている。寺が、アスカ、 奈良時代に遡る建築や美術工芸品を多数残すのに対し、四天王寺が度重なる災害のため、古い建物はことごとく失われている。早くも平安時代の上和2年、836年には落雷で、天徳4年、960年には火災で、主要仮乱が失われている。聖徳太子は日本仏教の祖として、 宗派や時代を問わず広く信仰されてきた。大使の創建にかかる四天王寺は平安時代以降、大使信仰の滅カとなった。また、四天王寺の西門が西方極楽浄土の東門、入り口であるという信仰から浄土信仰の寺としての性格も加えていった。太陽の沈む西は死者の赴く先、すなわち極楽浄土のある方角と信じられ、 四天王寺の祭門は、西方の海に沈む夕日を拝する聖地として、多くの信者を集めた。現在も寺に伝わり、国宝に指定されている四天王寺園には、こうした信仰を広めるのに大いに力があった。四天王寺園には、伝承では、聖徳太子の自筆とされ、観光四年、1 0 7年、近道内で発見されたとするが、実際には、後世の家宅で、 発見時からさほど隔たらない、平安時代中期の書者とするのが通説である。記述の司会員のこともこの演技に見えるものである。陰世期の上皇や法皇は四天皇寺にしばしば参詣した。五代醐天皇は上述の四天皇寺演技を自筆で筆写し、干末に主因を押している。これは五代醐天皇新官本演技として、現存、国宝に指定されている。 平安鎌倉時代の新仏教の開祖である、天台宗の最長、新言宗の空海、有数念仏の両人、浄土新宗の新蘭、自修の一辺などが四天王寺に賛同したことも知られている。四天王寺は、近世以降も、たびたび災害に見舞われた。天正四年、1576年には、石山本願寺攻めの陛下で消失。 豊臣秀吉によって再建されるが、やがて慶長19年、1614年、大阪冬の陣で消失。この時は、江戸幕府の援助で再建される。しかし、幕末の共和元年、1801年の落雷で、またも消失。文化9年、1812年に再建される。文化9年に再建された仮覧は、昭和期まで残っていたが、昭和9年、 1934年の室戸台風で6代目の五重島が倒壊。注文側に倒れたため注文もその煽りで倒壊。近藤も大被害を受けた。五重島は昭和14年1939年に再建されるが昭和20年1945年3月13日14日に行われた第1回大阪大空襲で国宝の東大門と伽藍と共に消失。 七代目五十頭はわずか六年ほどの命であった。現存の中心仮覧は昭和三十二年1957年から再建にかかり昭和三十八年1963年に完成したもので鉄筋コンクリート造りであるが飛鳥建築の様式を再現したものである。境内中央南寄りに回廊に囲まれた中心仮覧があり、その北に六次堂。 六次来山道、東に、昭徳大子を祀る、少良院がある。境内西部の一角は四天王寺中学校、高等学校の高地となっている。境内の北側は、東方が庭園のある本坊、西方が墓地となっている。境内南端と東端の入り口にはそれぞれ、南大門、東大門が立つが、西の入り口には、門ではなく、石鳥居が立ち。 西大門はその鳥居をくぐった先、東に立つ。南大門が本来の正門であるが、極楽浄土の入り口に通じると信じられた、石鳥居からの参拝者も多い。南から北へ、中門、二王門、五十頭、近道、行道一直線に配置し、中門の左右から出た回廊が、行道の左右に達する四天王寺式仮覧配置を踏襲している。これらは、 第二次世界大戦後に再建され、1963年、昭和38年に、落慶法要が営まれた鉄筋コンクリート造り、建築だが、日本のアスカ時代、高句麗、陸長などの建築様式を加味して、創建当時、6世紀末様式に近づけようとした、ものである。設計は、建築士か藤島一次郎。このほか、境内には、 重要文化財の本望に出要門をはじめ、大国道、英霊道、南、北商道など多くの道具が点在する。建造物他に、旧国宝建造物の、旧東大門があったが、第二次大戦時空襲で消失している。美術工芸品、天挙、2000年、平成12年までに、指定の国宝、重要文化財については、国宝、重要文化財大前別館。 所有者別総合目録、名称創作員、統計資料、毎日新聞社、2000による。四天王寺境内亀清水の白石玉種の、冷水で練り上げ生成された線香。登録商標。一四天王寺に大正将軍寺。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。